四万とは、四国旅客鉄道及び土佐黒潮鉄道が、高松駅高知駅、中村駅、宿毛駅間を、予算線、土産線、中村線、宿毛線経由で運行している特急列車である。香川県高松市と高知県を結ぶ列車で、本市備参線を経由せず、本州に乗り入れていない。1988年4月10日に、瀬戸大橋線が開通したことにより、 高松駅高知駅、中村駅間を結んでいた特急南風のうち高松駅発着のまま残された列車が四万トとして運転開始した。1989年以降、急行列車の土佐、足釣りを統合している。列車名は高知県南西部を流れる四万ト川が由来となっている。2021年3月13日現在、 高松駅高知駅間に4往復、高松駅中村駅間におり1本、高松駅宿毛駅間に上り1本の軽護往復が運転されている。所要時間は、高松駅高知駅間が最短2時間4分、高松駅中村駅間が4時間、高松駅宿毛駅間が4時間10分である。JR 四国は土産線の特急列車を岡山駅発着の南風に シフトさせているため、宇多津駅、だど津駅、高知駅間で、南風と並列する列車が3往復設定されている。並列時の原則として、編成の岡山、高松側に、四万と高知側に、南風が連結される。このため、高知方面域では、南風が先に、宇多津駅に入り、四万とが、駅手前で信号待ちを行う。なお、ゴールデンウィーク、 お盆休み、年末年始といった、脱却時には、四万都編成も、南風に変更して一列車全車両を、岡山駅発着とし、代わりに、高松駅、宇多津駅、田土津駅間で定期、四万都と同じダイヤで走る臨時、四万都と接続させる場合もある。高知駅始発、終着の列車は、足摺りと同一ホームで接続を行う。また、 2016年3月26日のダイヤ改正以降は、四万との運行の時間が遅くなり、四万と7号が廃21号と並結するよう、組み込まれたため、大杉駅に全列車停車するようになった。高松駅、境出駅、丸亀駅、田土津駅、全通寺駅、こと平駅、淡池田駅、大某駅、大杉駅、土佐山田駅、五面駅、高知駅、旭駅、 朝倉駅、井野駅、佐川駅、須崎駅、戸作駅、久保川駅、戸佐佐賀駅、戸西里の駅、中村駅、平田駅、宿毛駅、高松運転所、高知運転所に所属する2700系機動車が、使用されている。2019年9月3日より1.105に2700系機動車が投入され、さらに2020年7月18日より2.75に2700系機動車が投入され、 そして2021年3月13日から2700系に、統一2000系機動車の当列車及びハエの運用からすべて撤退した。基本編成は2両のモノクラスで、2019年9月27日までは、単独運転を行う位置往復に、グリーン車が連結されていた。ただし、多客機には、高知駅発着の列車にもグリーン車が連結される、ことがある。 かつて使用されていた車両運休となる卓客機に高松駅、宇多津駅、ダド津駅間で運転される臨時、四万都には2700系機動車以外が充当されることもあり、多くはキハ185系機動車を使用しているが、1998年には8000系電車も使用されたほか、2016年下期には8600系電車、 2018年のゴールデンウィークには2600系機動車も使用された。キハ181系、シマント2000系試作編成、シマント51号。ありがとうございます。